コメディフランセーズ、コメディフランセーズは1680年に結成されたフランスを代表する王立の後に国立の劇団である。また、その劇団が本拠とするパリ一区のパレロワイアルに立つ劇場の名称でもあり、テアトルフランセとも呼ばれる。2008年現在、コメディフランセーズは他にロックビュー、コロンビエ通りにあるビューコロンビエ劇場と一区、 リボリ通りにあるスチュディオ劇場の二つの劇場を持つ。1680年8月18日、太陽王ルイ14世は、パリのゲネゴー劇団とブルゴーニュ劇団との統合を命じ、統合した王立コメディ、フランセーズ劇団が8月26日、ゲネゴーン劇場で初公演を行った。劇団が本拠とした劇場の変遷を事項に列記する。 初期には、ラシーヌの、アタリー、1691年、ボーマルシェの、セビリアの理髪師、1770年、同じく、フィガロの結婚、1784年などが当たりを、取った。1786年、オペラ座の王立歌唱学校に、演劇学校が増設され、1795年、それが、コンセルバトワールに発展し、更新育成の体制が整った。 1789年、フランス革命の直前、劇団は国民劇場、ティーター・デ・ネーションと改名し、1791年に革命派が脱退した後、1793年、平等劇場、マラーシブ、ティーター・デ・リ・ギャリタセクション・マラトーナの折り、1794年に閉鎖されたが、1799年、当時の本拠、オディオン座の炎上を機に、 革命派と再びパレロワイヤルの現在地の劇場で合体した。1812年10月15日、遠征中のナポレオン皇帝がコメディフランセーズの運営に関するモスクワ直令を発し、劇団の提出支配を確認した。しかし、1815年に復活したブルボン朝以降、劇団は演目の直居独占権を次第に失い、 他の劇団と競うようになった。1830年2月25日、ユーゴーのエルナニの初演が観客内の古典派とロマン派との論争を呼び、このエルナニ事件が7月王政下で14年間続いたロマン派流星の短所となった。1862年から1866年と1872年から1880年、サラベルナールが在籍した。 1871年、不仏戦争に続く、パリコミューンの時期は、劇場のロビーが救急病院となり、劇団はロンドンへ巡業した。1882年、アンリベックのカラスの群れが観客の噴劇を呼んだ。1914年8月、第一次世界大戦の勃発で半年間休場した。1936年、 民間の劇団人ブールで、が、レオンブルムの人民戦線政府に移植されて、支配人となり、上演演目の決定権を得、ザイヤのジャック・コポー、ルイ・ジューベ、シャルル・デュラン、ガストン・バティ、を客員演出家に迎えた。そして、ナチスに占領されるまでの期間、彼らによる古典、旧作の新演出が多く上演された。 第二次世界大戦勃発後の1940年2月、ブールデがリンカに会い、5月、ジャック・コポーが支配人代理となった。ジャンルイ・バローが加入し、演出にも参加した、1946年まで。1941年1月、コポーはドイツ占領軍に罷免された。1944年7月、パリ解放の市民戦の時は、一時閉鎖して、 看護施設を設けた。1946年2月、オデオン座を第二劇場とし第一劇場をリシュリュー館、サーレ・リシュリュー、第二劇場をリュクサンブール館、サーレ・リクセンブルグと呼び分けた。前者は古典、後者は新作と演目を区分した。この体制は1959年に文化情報賞アンドレ・マルローがオデオン座を ルノーバロー劇団、ラトゥループリノーボローに委ねるまで続い、1971年、オデオン座を再び参加としたが、1983年以降、銅座は次第に欧州共同体のための劇場的な色彩を濃くした。1988年、ビギュコロンビエ劇場を第二劇場、1993年、スチュリオ劇場、スタジオティーターを、 第三劇場とした。九百三十年代以降、しばしば海外公演を行い、日本にも九百六十二年、九百六十五年、九百七十六年、九百八十八年に来演した。レパートリーは約三千と言われる。古典に当代ものを交えた三百四年間の公演を集計して多く上演された作家は、モリエール、 ラシーヌ、コルネイユ、ミュッセ、マリボー、フローライカートンダンプール、ジャンフランソワルニャール、ボルテール、ボーマルシェ、ユーゴーであるという。1680年から1799年に上演された演目は外部のサイトにまとめられている。1800年以降に上演された劇曲の作者を上のベスト点を省いて生都市順に並べると大役、次になる。 英語版のウィキペディアに記事がある。2006年よりコメディフランセーズ初の女性支配人、俳優出身のミュリエル・マイエット、ミューリエル・メイット、1964年隊が就任した。いろいろなウェブ情報のほか、1996年にコメディフランセーズを題材にしたドキュメンタリー映画がフレデリック・ワイズマン監督によって制作された。 コメディフランセーズ演じられた愛という題名で日本でも公開された。三島幸夫は私は生まれてから今までに見た数知れぬ舞台の中から舞台美術という点で最美のものを示せと言われたら私は中止をなく1960年冬のシーズンにパリで見たコメディフランセーズのデュイブラス融合作をあげる。後にも先にも 私はあれほどに心を奪うような舞台美術というものに接したことがないと述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。